Думаю, что Тамура уже вырос за это время, и он должен сегодня показать довольно сильный бой. Но вообще, это спортсмен разнообразный. То есть, он очень подвижный, очень хорошо ориентируется, двигается на ринге. И спортсмен, от которого можно буквально в смысле ожидать все. Я думаю, это замена Майды. Как Майда, так и он дерется. Разнообразно. И в последнее время очень сильно прибавляет в партере, в искусстве самбо. Это очень сильный спортсмен. Мы 2000 стемаскара, альтедо, но локимо, ёмеру дешоу си, хонно но мама ни. Да, муко мо, амали хенна, козаику тока, してこないと思うんで、 まあ、自然体で行こうかなと思って。結構理想に近い試合ができますから。だから僕も、まあ負けても楽しいですし、勝ったらもっと楽しいでしょうけど、まあ勝っても負けてもその試合後の充実感が全然、まあ過去 2戦にしてもすごいありましたから、まあいい試合ができれば、はい、いいと思ってます。第6試合を行います。赤コーナーより田村清志選手の入場です。 ライマンに敗れた田村清、気持ち新たにリングスで2度目の札幌です。ここはハントの最初の激闘を見せてくれた地です。そして今回三度半に挑みます。秋を迎えた札幌に巻き起こす熱風つぶち風。 青コーナーよりボルクハン選手の入場です。
今夜の田村はきっちりと叩いておく必要があります。ハンの関節技が北東を走ります。ボルクハン、第6試合ランキング戦30分一本勝負を行います。赤コーナー180cm 86kg ランキング4位リングスジャパン田村清志。青コーナー190cm 104kg ランキング2位リングスロシアボルケウハーン。さあ今回札幌ラストの試合です。ボルクハン対田村清志のランキング戦、ハンが2位田村が4位です。さあトーナメントに入る前のこれが最後のランキング戦になりますね。そうですね、まあ、特にハンはですね、やはり前回山田選手に敗れてトップランクランキングから外れてますからね、はい、これはきっちりと2位の座を獲得しておきたいと思いますね。この両者前回の鹿児島で敗れてるわけですね、はい、田村はナイマンに敗れ、ハンが山本に敗れました。さあしかしこの両者三度対決ということになります。過去2度素晴らしい熱戦が展開されています。いずれもボルクハンが制しましたが、決して田村が劣っているとは見えませんでしたね。そうですね、はい、勝負の分かれが微妙なところです。まずいつものように手首を取りに行きました。そしてアームロックか、スタンディングのアームロックが、そして これがファンの真骨頂です。いやこれは繋いだまま離れない離れない離れない、足を巻き込んだ。さあそしてその足元行けってよ、狙いは腕奪っ切った、なんという切り方、おっと決まるのか、エスケープエスケープ。いやー今夜も名勝負になりそうです。そうですね、やっぱり決めどころの速さというのはピカイチですね。そうですね、よく逃れました田村清志。2人の体重差、この2人18キロの体重差なんですよ。そうですね、ちょっと意外な感じしますよね。ですよね、はい、ハンが104キロ、田村86キロ、いい体をしています。ミドルは掴み損ないました、ハン。あのミドルは足上げて防ぎました、今。そうですね、膝すねでカットしましたね。非常にこの柔軟な体つき、腕を巻き込んで、そのまま脇固めか、いや、違います、違います。単に腕を取っています。おーっと田村、さあ歴史に逆、先ほどの返した、十字の応戦、ブラブレイクです。綺麗に分かれました。いやー、ハンも速いですよ、やっぱり田村選手も速いですね。いいですね、素晴らしい技の綺麗です。お互いに十字で一つブレイクを取りました。蹴りの度は違ってきましたね、田村選手。おーっとこの外へキック、あーっとフェイク、フェイントを取られました、読まれました、田村。そしてまた打球が、アキレス、アキレス線ボール踏む、バックから決めています。裏から入りました、いや食いしばります。さあ周囲を回すんですが、なんと言いましょう、遠距離にありますね。つまりちょうどリングの中央、まあ、この体勢だったらまだ返しに行けると思うんですけど、はい、ハンが多分技を変えるでしょう。これしかし十分な体勢です。ハンはネチネチと、これで純粋なアキレス、おお4の字か、これ違います。おーと肩肌面巻き込んだ、足を決めながら首巻き込んでいきます。そしてあーっと手足出せなくなります。複合となってますね、ですね、足は絡めてるだけでしょう、あーとあーブロックです。リストまで滑っていきました。おー抜けた抜けた、かなりこれ強引の抜き方だったんですね。そうですね、痛めてはいるんじゃないでしょうか。田村振っています、痛めてますね、リストバンドが裏返っています。さあこれ
から両手両足取りに行く田村のその動きが見ものですが、左腕一本狙いだものか。これはハン外しますね。あ、バックを取れるようです。逆に、あ、上になりましたよ。これはそのままついていきます。チキンウィングではないですね。前に回ってきています。これは自然ブレイクになりました。両者とももうすでに分かれてましたね。それを見ました島田レフリーが間に入りました。これで正式にブレイクになっています。おっと取ります。今ディフェンスが完全でなかったんですね。そうですね、ガードがね、あのフェン、細かいフェイントを混ぜて蹴ったメントルなんで、あんま読めなかったですね。これもかなり高いところ持っていきます。まだ今度はユーロ対角線攻めていきます。4分30秒経過です。肩を巻き込んでいます。スープレックスか、いや腰落としていきました。手首を取りに行った田村、そうはさせないファンです。さあ足をこじ入れてきました。ゆっくりと、なかなか口が硬い貝をこじ開けるような感じのハン。いや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 、早い。膝十字、横から入っています。ヘッドロックか、フェイスロックか。フェイスロックですね。フェイスを固めています。ゴールキーパー足を、おーっと、いや、そうですね、今のこの短い間でもですね、もういろんな技のディフェンスの攻防があったんですよね。ですね、はっきり言って私の実況追いついてませんね。しょうがないですね、これは。先へ行っています。さあ、何かを伺っているようです。ハンドラがあそこまで動めくのは初めてじゃないでしょうかね。大きなうめき声でした。まさにシーンとした時だったので余計それが目立ちました。大丈夫のようです。バックブローは空振りです。かすった程度。おー、投げ落ちましたね。ちょっとラフになってきました。ハン、ボルクハンは過去2試合勝ってはいるけれども、田村が成長してきているのは十分分かっていると言っています。これを切ることができるか、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 切れたら危ないぞ。おそらく田村はスピードでかき回してくるんだろうから、そのわずかな隙をついて相手の弱点をつくと言っています。ボルクハン、その弱点というのが分かんないですよね。そうですね、そのスピードの中を見極めるんですから。まあでもこのグラウンドのスピードに関してはやはりもうハンも変わらないですからね。そうですね、立ち方では田村選手のスピードありますけどね、グラウンドじゃ変わらないですよ。多分次元の高いことを言ってるんでしょうね。おーっと、クルックヘッドシザースだったようです。そうですね、足に切り替えた、逆にバックを見せた感じになりましたが、それはフェイントか、フェイントだ。いやいや、溶けた溶けた、エスケープするには至りません。いや、また平常時、やっぱりエスケープ、やっぱりエスケープ、やっぱりエスケープ。いやいやいや、気を許すことができませんね、これ ね、田村清志のエスケープ2つ、そしてボルクハンが1つ。一瞬のところで入れ替えますからね。投げりボディですね、ボディ弱いですからね。ハン、おー、ダウンだ、ダウンだ、いや、ダウンじゃないのか。ダウンじゃないですね。珍しいキックを見せました。ジャンピングキックとでもいいでしょうか。巻き込んで腕を取りに行きましたが、胴を掴まれています。あー、スイーパーだ。自分の腕をこじ入れていますが、フェイスロック、フェイスロック、いや、スイーパーが、スリーパーですね。スリーパーですね。まだ分かんないですけどね。はい。解きました。逆にネックロックか。肩を巻き込んでいきます。足狙ってますね、ハンは。
一つ一つ丁寧に解いていくような感じです。どつれた糸をぐっと時を打つような感じで、足首ですか、これ足首ですね、足首決まっています。自分の腹の上で決めています。なんということでしょう。アームロックだ。すごいですね。まるでラッコのように自分のお腹の中で、ね、上で田村を料理しようとしました。ボルカン、それは決まりませんでした。どこでもどんな形でも決めることができる、そんないった感じのボルカン。おお、連続攻撃、連続、連続、連続、左のロック、これは効いてると見た。もう一発ハイキック投げますよ、ハイキック。ここでは見せようとか、これはダウンです。これはダウンを取りました。ここまでダウンでしょうね。7、8、ダウンはロストポイント2つ分です。ご覧のような感じになりました。ハンが3つ、田村2つ。田村の動きが上下、おーっと、ね、バランが、あ、そうか、喉が、喉が入ったようだ。カウンター一発、前蹴りがドリングサリ、6、7。いや大丈夫です、立ち上がりました。この辺が反応、なんというかタフネスさ。おっ、10分経過、フロントから飛び、フロントから飛び、さあボルカンがギブアップか。エスケープ、エスケープです。今決まったと思ったんですけどね。これでハンは6つ目のエスケープ、ロストポイントは6つになりました。ダウンが2つあります。おっ、十字ですね。このまま5に行きますね。ひっくり返して逆十字、まだ決まってます。マイクでは拾えてないと思いますけども、すごい札幌のお客さんが、ね、床を踏み鳴らしまして、地響きのようにしなりですね、まあこれがこの試合のボルテージの高さを表していると思って間違いないようです。張り手、張り手、この辺は見せ技でしょう。狙いはこれでしょう。足が決まってるぞ、変な形、これでだ、抜けた。滑ったんですかね、勢い余ったね、自分も取れてしまいました。渾身の力を込めた後ろに反り返ったんですが、その勢いで自分の手も外れてしまいました。自分の握力を上回る背筋力だったんでしょう。これはブレイクじゃないですかね。こういう妙な、なんか熊本さんの声聞こえたのか、こういう妙な格好もこの2人じゃないと出てこないでしょうね。もうお互いも狙いに行ってますからね。今のあの、ああ右ですね、右ね、連打連打、3、4、5、一瞬の隙、6、7、8、これは立てそうです。タムダのロスポイント、あ、速攻速攻、首を巻き込んで投げを打ちます。ゴイゴイゴイ、投げた投げた、12分40秒、札幌のお客さんの大騒ぎ、田村清選手の勝ちでございます。田村清、札幌で大爆発、ようやく半を下しました。すごいコールだ、歓喜の田村コール。以上の結果により勝ちました田村清選手はランキング2位、負けましたハン選手は3位となります。田村選手が2位に躍り上がりました。ボルカン1つ下がって3位です。
いやー、決まった瞬間のその後、そうですね、ものすごいこの札幌中島体育センター、いやなんというか、いやびっくりしましたね今。そう、田村コールが爆発したみたいな、本当に、ああすごいコールです。そして声援です。いやついに1本取りましたね、そしてこの表情でそれに応えます。まあ、田村選手ですね、あの山本選手があの前回ハンを KO した時、僕は KO 勝ちじゃないなと、もう1本を取りたいなと言ってましたね、もうその通りですね、綺麗な1本ですね、はい、見事柔道でもう投げ飛ばしましたね、これはね。そうですね、もうあの強引な投げですね、やっぱり、これ以上の1本はもう100人見たら100人が1本取るでしょう、そんな見事な1本でした。いやしかしこれは凄まじい札幌での戦いぶりを見せてくれました。これ過去これが参戦だったんですけども、はい、ナンバーワンかもしれませんね。そうですね、もう本当にメインイベントにふさわしい、メインイベントっていうのあの特別な場所ですね、特別な試合にふさわしい試合でした。まあ、メインイベントといういろんなリングがあります。会場に集まった多くのお客さんをたとえどんなことがあっても満足させて、はい、家路に着かせなければいけない、はい、まさにそれはもうまず合格点ですよ ね、 はい、それに加えてやはり、田村選手 の個人的なですね、やはりその試合、自分の満足できる試合をやりたい、それにもバッタだったんですよ ね、 そうですね、満足する試合でハンを倒したいと、はい、今のあの四方に礼をする田村選手の表情を見ましても満足したという、おそらくこの後インタビューで ね、 そ う、 ですね、そういうコメントも聞かれるんではないでしょうか、はい、まあ、直接的に田村選手はそういったことを言うかどうか分かりませんけれども、おそらくそれに近いコメントが聞かれるんではないでしょうか。いやしかし今日は6試合あったんですが、フランク・シャムロックも高坂も前田明も吹っ飛びましたね、今の試合で。そうですね、ちょっといやインパクト強かったですね私たちの頭もカッパラ空っぽになりまして真っ白けになってしまいました、はい、いやしかしとりあえず今の試合振り返ってみたいと思いますけれども、そうですね、やはりさ最後強引に行くのと、やはりプラスその緻密な計算の 上での関節サブミッションを取るという、はい、その2つがうまく噛み合ったって感じですね、これから、まあ、次回からはですね、あのリングスは本大会はトーナメントに入っていくわけですけれども、はい、これはすごいトーナメントになりますね。ただ形として面白いのはやはりランキングで1位山本、2位田村、はいはい、この形が面白いですね、最初こうなんていうか感情的な、ね、しこりも報道されただけに、はい、本当のところは分かりませんけれども、はい、あの山本選手腰痛で入院したこともありました。そこに最近田村選手は見舞って、山本選手が感激したという話も伝わってきていますし、はい、野田選手が教えて、野田さんが教えていただきました、まあ、ただリング上ではですね、やっぱりもう感情爆発させてですね、思いっきりぶつかってほしいですよですね、この2人には、はい、まず間違いなく両者はやるでしょうね、はい、これがリングスをまたまたこう拡張していく一つの起爆剤になるでしょうしね、はい、さあ、まあ何にしましても田村選手がこれで勝ちを収めましたので、1位から5位とりあえずこの場で言っておきたいと思いますが、山本が1位以下、田村、半、内満、前田、これが5位までの順位となります。しかし、まあ、次回からトーナメントが始まりますので、はい、これはねまた関係なくなってしまいますが、さて、その他今日は全体を通していかがでした。そうですね、やはりフランク・シャムロックの方には注目したいんですけども、はい、まあ、あの彼、まあ、初めてというのはやっぱありましたしね、まだやっぱ実力十分発揮できないっていうのはまだあると思うんですよ、これ、まあ、あの試合の感覚も離れてましたし、はい、やはりですね、まあ、これでただ6位のですね高坂選手に、まあ、判定通り勝ったわけですから、はい、ポイント勝ちしたわけですから、はい、これはもうトーナメント出場権利は十分あると思います。ですからもうぜひトーナメント出場してほしいですね、これから楽しみですね、はい、はい、ということで札幌中島体育センターからお伝えしてまいりました大激戦、解説はいつもの熊久保秀幸さんです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お目にかかりたいと思います。ごきげんよう、さよなら。次回のリングスは10月25日土曜日、東京ベイ NK ホールにて開催いたします。ご期待ください。